ちょっと珍しく恋の相談が来てるようで。えー、ラジオのビーチボーイ、えー。私は今年4月大学に入学し、一人の女性に一目惚れしました。彼女は一度社会人を経験してから大学に入学しているため、僕との年齢差は8年もあり、うん 仲良くはなれないだろうなぁと思っていましたが、あるきっかけで仲良くなり二人で飲みに行ったりと徐々に距離が縮まり、ついに先月僕から告白をしました。しかし結果惨敗。舞い上がっていたのは自分だけだったのかと思い落ち込みどうしようもない気持ちになっていたある日、その女性の家に上がるタイミングがあり、そこで彼女の方から、やっぱり私、君のことが好きかもしれないと言われ、付き合うに至りました。しかし昨日の夜、 突然彼女から電話があり、付き合って一週間しか経ってないのに申し訳ないんだけど別れて欲しい。明確な理由はないんだけど付き合うってなると違うかも。どこか価値観が合わないんだと思う。君とは友達でいたいと別れを告げられました。僕にも正直思い当たる節はありました。8歳差という年齢差に加え、彼女はバリバリの元やん。一方僕は社会経験ゼロの二十歳であり、不良とは遠どい生活を送っている。しかしそれでも彼女のことが好きでした。 正直、今回は本当に立ち直れそうにありません。うん、どうすれば気持ちの整理がつくんでしょうか追伸。僕は彼女に勉強を教えたお礼として夕飯を奢ごってもらう約束をしていました。えー、僕は彼女と夕食を食べに行き何かを話すべきでしょうかそれとも無難に断った方が良いのでしょうかどうか一言アドバイスをお願いいたします。はい。これはもう、一言ですね。うん、しこって